どうも、猫です。緊急事態宣言がされてからね、私はね、ずっとミリポちゃん見よったっちゃん。あの人、毎日リモート飲みや、リモート飲みや、っつってからあんた朝までガブガブ酒飲みよらしたばい。あの人ね、核ハイボール、段ボールで買いよってからくさ、この自粛期間中に飲んだんが3ケースよ。1ケース24本です。合計72本ばい。気狂いすぎやろ。なんもない時のが飲みよらんかったばい。恐ろしいね、ほんと。ほいでからくさ、実家の方が第2波って言われて出したけんね。心配してね、ミリポちゃんがお母さんに LINE 送ったらしいよ。そしたらね、お母さんがね、こっちは大丈夫です。あんたも毎日毎日飲み会とかやらんでからあんた気抜かんようにしときよってね、言われたそうです。なんでバレとったんやろう。ミリポちゃん、バレとおばい、あんた毎日毎日飲みようの。ほんと本当にね、皆さんもね、気をつけてからね、あんた。気をつけてくださいよ。第2波、第3波。ほんと恐ろしいけん。気抜かんでいこうね。声変わったな。猫でした。バイバイ。